ちゃ。こんにちは。はい。はい、ゆだかさん。はい。だから視点。ね。3連戦を振り返る。はい。また、はい、あっという間に来ましたよ。まあそうだね。うん、まあヤクルトがマジック49。はい。まあしかし。ヤクルト主力コロナということで。そうなんだよ。ちょっと大変なことになってんな。ね、驚きましたし。うん、で監督までそうですね、監督までっていうことで、高津監督もコロナ陽性ということでしたが、まあそうだね、だから2試合中止になったんだよね。そうですね。まあこれからね、どういうふうなヤクルトが戦い方になってくるかっていうのはすごく興味もあるし、うん、まあ、昨年ヤクルトはコロナによってチームのいいところが引き出てきたんだよね、うん、はい、だから今年はどうかなと思うけどね、まあ、このタイミングでというのと、まあそうだね、あれですよね、あまりにも主力選手が多いというか、うん、そうだな、で人数も多いですし、まあ、それが心配だね。はい、はい、ということで、はい、今回のセ・リーグからね、はい、3連戦を振り返ります。はい、はい、赤い枠が勝ち越しのチームで、はい、巨人、DeNA は1分けで2勝 DeNA、うん、はい、でヤクルト阪神は1試合しかありませんでしたが、そうそうそう、はい、これ阪神が勝ちましたので、はい、阪神勝ち越しということで、はい、で中日広島は2勝1敗で中日は勝ち越しということですね。はい、はい、まず巨人 DeNA から、はい、ね、まあ、壮絶な試合、延長になるわ何するわ、もういろんなことがありながら、はい、まあ、DeNA が勝ったというね、うん、まあ、DeNA の、まあ、例えば今永、うん、浜口、はい、そういったピッチャーがしっかり投げれるようになってるということがすごくこの3連戦で分かったということと、うん、はい、巨人の方は、ね、主力を持ってきたんだけど、はい、まあ、ピッチャーで言えば菅野だとかさ、代表的なんで、うん、まあ、それでも勝ちきれなかったというね、うん、いうところで、まあ、ちょっとやっぱバッティングが低調なのと、うん、まあ、追いすがった試合っていうのは吉川が、まあ、同点ホームラン、はい、延長になって2点ビハインド、ポランコ代打でホームランとかさ、そうですね、すごくなんかこう感動的な、まあ、試合とかがありながら、うん、逆に言えば DeNA が負けなかったというね、うん、まあ、その中でもやっぱ佐野の、まあ、存在感だとか、うん、まあ、宮崎だとか、うん、まあ、結構こう打線がこうつながるようになってきてるよね、うんうんうん、まあ、それと中継ぎ陣も、はい、まあ、ある程度頑張ったのかな、うん、頑張ったって言えるのかな、まあ、山崎康明が、まあ、今永がね、はい、1対0でずっと勝ってきてて、うん、まあ、それで9回変わったんだけど、はい、まあ、ツーアウト取りながら吉川に、ね、まあ、同点ホームラン打たれるとかさ、うん、まあ、そういうことがあったりだとかね、まあ、下から、はい、まあ、すっきりはしないだろうけども、はい、まあ、でも、うん、負けなかったというのは非常に大きいよね。はい、うん、はい、で、うん、巨人と DeNA の試合で、はい、うん、ちょっとね、変なプレーがあったんだよね、うん、これのどう考えていいのかわからないようなプレーがあったんで、はい、このセ・リーグをこう説明した後に、うん、ちょっとボードでちょっと説明をしたいと思うので、はいはい、なるほど、わかります、見てくださいね、はいはい、で、ヤクルト阪神、まあ、コロナの影響、うん、それと青柳が第一戦に来たということで、うん、左を並べたんだよね、うん、確か右打者は中村しかいなかった、キャッチャーの、うん、で対策はしたんだけどもさ、はい、阪神がよく打ったね、うん、近本があの連続試合ヒットを続けてて途切れましたね、途切れたんだけど、はい、次の試合、ヤクルト戦で、はい、ホームランを打つと、うん、まあ、途切れてよかったと。これなぜかというと自分でやりたいことがたくさんあったと、うん、いうようなことでね、いきなりホームランを打ったんだ、第1号、うん、だから長打も打ちたかったのかなとか思ったりとか、まあ、したんだけど、まあ、そういうものが連続試合とかね、うん、いろいろみんなの期待に応えようと思ってそれができなかったのかっていうね、ちょっと重荷になった部分もあったんですかね、まあ、だけど吹っ切れてるみたいね、うんうん、いきなりホームラン打ったりとか、はい、まあ、大山が打ったり、まあ、青柳がしっかり投げると。でヤクルトはああどうしちゃったのって、うん、8対0だったかな、それで負けたんだけどさ、はい、まあ、山田とかも塩見とかもオスナとかも、まあ、ベンチに置いといてって言ったら、うん、まあ、ちょっとコロナの影響もあったのか ね、 ね、体調も悪かったのかな、そうかもしれないです ね、 ね、まあ、それで負けたけども、うん、まあ、2試合中止になったということで、はい、今後やれるかどうかっていうのは分からないよね、監督はコロナ、メンバー的なこともありますよね、ほぼレギュラーがコロナに感染してるというね、うん、まあ、そういう状態だから、まあ、キャッチャーも2人、中村、内山もコロナに感染してるしね、うん、だからちょっと苦しいな、ヤクルトはな、はい、で、中日、広島、
はい、中日、はい、覚えてますか、何が課題だったですか。打撃ですよね。30のイニング得点がなかったんだけど、すごいことになりましたね。一戦で大瀬良相手に爆発したね。うん、こう今までの全部鬱憤が晴れたかな。そうそうそう、席を切ったようにヒットが出て、はい、まあ1戦目勝利をするんだけどもさ、はい、だけど2戦目完封されてんだよね。え、またかと思ったら、はい、まあでも3試合目にね、柳が好投し、うん、まあ 2-1 で勝つということで、はい、まあ、広島は森下が勝ったということ、うん、で大瀬良がやられる。ただ、はい、中日の心配はやっぱこう大野がやられ出してきてるよね。うん、だからちょっと不安なんだけども、だけどまあ中日はやっぱビシエドとかが打てばやっぱ強い、はい、高橋周平が打つと盛り上がる、うん、まあ、そういう図式だからさ、はい、だからここら辺あの2人の頑張りで勝ったりとかもしたんだけどもね、うん、だからそれをこうより続けられるようにね、うんうん、ちょっと頑張ってほしいなというふうに、はい、で広島の方は秋山が、はい、ね、あの3番初登場ということでね。そう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 、まあ1戦目は打ったんだけど、うん、まあ2試合ノーヒットかな、あとはね、うん、まあ1戦目はその松葉というね、パ・リーグ時代から知ってる選手と戦えたから、はい、まあまあ有利というか、まあ安心感はあっただろうね、うん、だけどその後こう知らないピッチャーが投げてきてるんで、うん、まあまあちょっと戸惑った部分もあるだろうけども、はい、まあここら辺も徐々にアジャストしていくというふうには、うん、まあちょっと思ってます。はい、どうですか秋山選手、例えば打順だったりとか、まあ帰ってきての印象だったりとか、まああんまり変わってないけども、うん、まあさすがだよね。まあ守備とかもそうだし、うん、バッティングもそうだけども、うん、やっぱ三塁揃ってんなっていうような、うん、まあどこも欠けてないという感じもしたし、うん、だからまあ徐々にまあ力が発揮できてくれるかなという、うん、ただそのアメリカに行った時期に、はい、ゲームにたくさん出てないんで、はい、だからここら辺の夏場になってからの、うん、その体力面そういうものはちょっと心配だけども、はい、まあ秋山だったらやってくれるかなというふうに思うよね、うんうんうん、はい、うん、ただ秋山ばっかりにこう気がいっちゃうとさ、うん、ちょっとおろそかになっちゃいかんから、うん、やっぱり広島もすごく素晴らしくいい位置にいるからね、はい、だからちょっと頑張ってほしいなっていうふうに、うん、で秋山に遠慮しないで、はい、もしダメだったら、うん、やっぱスパッとちょっと休ませるとかね、うんうん、まあそうした方がいいよ。そうですね、うん、今シーズンこっから大活躍してくれるんだったら話は別だけども、はい、まあ来シーズンも契約があるしね、うん、だからまあ来シーズンっていうふうに思えば、はい、もう思い切って、先発じゃなくて変えちゃってもいいしね、うんうん、だからそこら辺はやっぱこう遠慮しちゃダメだよっていうことだよね、はい、うん、沈んでいくということだよね、うんうん、秋山とともに、だからそこら辺はちょっと気をつけた方がいいかな、はい、はい、で大幅順位変動の予感、はい、これやっぱね DeNA と阪神の戦い方が素晴らしくいいんだ、うん、で中日もこうやって上位に勝ってくるじゃない、はい、そうなってくると、まあ、ヤクルトコロナ巨人がやっぱ勝ちきれない、うん、そうなってくるとこれね A クラスと B クラスがこう変わる可能性があるんだよね、入れ替わってしまう、入れ替わるっていう、はい、でまあヤクルトコロナの影響はっていうけど、うん、まあヤクルトは去年ね、まあ例えばそのコロナになった時に中村が2番に入ったりとかして、はい、打撃が開眼したんだよね、うんうん、だからいい具合に逆に回ったわけよ、うん、でも今年は主力があまりにも多すぎるんで、うん、ここがどうなのかなってコロナの影響がっていうことなんだよね。もうなんかじゃあそこを埋める誰かがっていう風になって、うんうん、バーって勢いがついた前回と今回はうーってこう今勢いがすごくいいところでの離脱ということで、そこの違いがありますかね。そうそう、まあ、昨年はねそのコロナでチーム一丸になって、うん、補ったんだよねみんなが、うん、だけど今年はねちょっとまた違うような気がするよね、うん、だからそういう影響が出なければいいなというね。これはヤクルトに与える影響もありますけど、その周りのチームにも、うん、いややっぱあのね、うん、予定とか、うん、まあ、そういうことも狂ってくるだろうし。そうですよね、うん、でも阪神はちょっと休めてよかったのかなっていうふうに、うん、ポジティブに考えた方がいいよね、うんうん、ちょうどこうね疲れが溜まってくることだし、はい、オールスターまでにやっぱスパートかけなきゃいけなかった時期だから、うん、まあ、ここ休めてよかったっていうふうにポジティブに捉えた方がいいね、うん、こう弱ってる主力がいないヤクルト叩いてもしょうがないんだよね、はい、まあ、ゲームもできないし、うん、だからそういうふうな意味では阪神には優位に働くかなっていうふうに思うよね、はい、うん、で冒頭に話した巨人対 DeNA の試合で、はいはいはい、なぜこんなことをしちゃったのっていうプレーがあるんだよね。これは3戦目の3戦目のねサヨナラの場面だよ。あの走塁の意味は、そうあの走塁の意味は9回裏、はい、読んでください。はい、ワンアウト1・3塁、はい、
一打サヨナラの場面ですね、はい、中田翔が立ってます、はい、ピッチャー平田、うん、で横浜は、うん、DeNA は当然前進守備だよ ね、 そうですね、もう1点やってしまうと終わりですから、終わりだから、はい、だからもうどんな速い打球が飛んでも、うん、バックホームなんだよ、はい、ちょっと丸選手のところに変な矢印あるんです、消してください。あ、これね、はい、これはこっちに戻らないよね、はい、まあその丸が出て八百板がつないで、はい、ね、一三塁を作ってね、一三塁になったで、バッター中田翔、うん、まあ当然中田翔は、うん、初球から打とうとするよね、うん、やっぱサラナ場面外野フライでもいいわけだから、はい、でこの日中田は2安打してるんだよね、うんうん、結構バッティングも振れてる、うん、そこで初球です、はい、八百板走りました、はい、中田が打ちました、うん、森のところにハーフライナー、はい、まあ森もジャンプ1番取ったんだけどさ、うん、で八百板走ってるから戻れない、はい、でゲッツーでチェンジになって、はい、その10回表に4点取られて巨人が負けたんだよ。これ走る意味あるかっていうことなんだよね。だってどうせもしヒットであったとしても丸選手が生還した時点で試合は終わるということですよね、うん、だからこのランナー関係ないんだよ。そうそうそうですよね、うん、関係ないから余計なことしちゃいけないんだよ、うん、で万に一つも言うんだよ、やっぱ作戦を立てるときに万に一つも走って、うん、これサヨナラの場面じゃなくてもね、うん、走ってライナーだったらゲッツーでゲームセットだよっていう言葉あるわけよ、うん、こんなのは中田は初球から行くよ、うん、サヨナラの場面でね、ストライクだと思えば、うんうん、なぜ八百板が走ったのかという丸だけだよ。でどんなこう強烈な当たりでもゲッツーを取りに行くようなことは絶対しないよ、うん、ここでミスが起きたらサヨナラだから、はいはい、だから丸も絶対にゴロ転がったら走るよこれ、うん、ね、一か八かで、はい、でそういう場面でなんで八百板が走ってライナーでゲッツーだったのか、それも前進守備でって、それは楽勝に走れるよ、うん、打たなかったら、うん、もう完全に投げるつもりもないし、はい、だけどこのランナーは関係ないということなんだよ、うん、二塁に進んだところで、うん、もう1点入れば試合が成立するというところ、そうそうそう、丸がホーム踏めば終わりだから、はい、結果的にはそのライナーになってゲッツーになったんだけどもさ、うん、いやだけどここで走らせたのは八百板のサイン違いなのか、いやベンチが本当に行けって言ったのか、だけどサインがもし出たとしたら八百板選手は不思議な気持ちにはなりますか。八百板も走っちゃいけないと思うよね、規定の効くランナーだったら、え、なんで走るのっていう、うん、これはどんな場面でも走っちゃいけないと思う、ね、そういう時は確認をするもんですか。いや確認するよ、もう一回出してくれとか言って、うん、だからまあ例えばね、うん、ここに強烈なこう横飛びのボールが来てベースにタッチができてゲッツで逃れたとか、まあそういうケースもまああるよ、想定の中にね、うん、中にあるけども、まあ、それでも走っちゃいかんな、ここの場面は、うんね、と俺は思うけどね、うんうん、全く意味のないというか不可解な走塁だったってことですね。もう DeNA の方は前進守備、うん、完全にここを諦めての前進守備だっただけに、はい、体型を見るとね、うん、だからこの走塁の意味がちょっと不可解だったなって、うん、ちょっと思ったね。どこかで答え合わせしたいですが、なかなか、まあそうだね、なかなか取材がいけないからねそうですね、まあこういうプレーがありました。はい、はい、そして次はパリーグですね。パリーグです。はい、こちらは、ね、お日本ハム3連勝で勝ち越し、うん、オリックス2勝1敗、はい、で西武3連勝で勝ち越しですね。はい、そうだね、はい、まあ日本ハムやったね。やったです。もうやったというかやっぱりピッチャーが頑張るね。コツコツ点を取りますしね、ま、噂は伊藤大海とか、うん、ね、今日は池田が投げたのかな、うん、みんな頑張ったよね。それと噂なんか志願して次の回も行きますとか言って同点にされてたんだけど、うん、まあそれは前々回かな、うん、マウンド降りて同点になって、まあ若いピッチャーに負担をかけたというね、まあエースの意地があるんじゃないの、意地というか優しさというか、うん、まあ、それで1イニングでも多く投げたいということで志願していったんだけど、うん、点取られて、まあ、同点になったんだけどもね、はい、まあ、だけど負けなかったというね。伊藤投手もね過去最高の投球数でしたしね。ああそう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 、うん、だから非常にこの回はピッチャーが頑張ったのと、うん、やっぱ清宮
ね、良くなってんな、はい、本当に着実にホームランも、そう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 、自分の過去最高記録を塗り替えてますよね、うんうん、やっぱりこうだん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 自信もできてきてるね。うん、で低めのさ難しいボールをあのスタンドまで持っていけるだけの、うん、やっぱり力があるというのはすごく魅力だし、うん、まあ、タイムリーを打ってね3戦目なんかは勝ちに貢献したけどもさ、うん、だから非常に日本ハムがこう形取られてきてたら、うん、あとは中身を、うん、背骨をつければ強くなるね。うん、ようやくっていうところですか。ようやくだね、うん、でソフトバンクの方はちょっと春先とは違って動いたら失敗する、変えたら打たないとか変えた選手が、うん、だからちょっとここら辺がねもたつき出したら非常に分からなくなるねこのパ・リーグは、うん、でなかなかこう打線がつながらないというかね、うん、まあ、柳町とかもいいところで打ってたんだけど、まあ、そのちょっと最近打てなくなってきたとか、うん、三森が怪我したとか、うん、それを総合するとやっぱり下位の力っていうのは大きいなと思うね。なるほど、うん、やっぱ海外いないっていうのがすごくマイナス要素に響いてるような、うん、そんな感じがする、うん、まあ、3連戦だったね、はい、点の取られ方とか、うんうん、そういうの見てるとね、うん、やっぱこうストッピングができずに次の塁をやっちゃってその後打たれるとかさ、うん、だから海の存在っていうのはすごく大きいなと思うね、うん、はいはい、でオリックスにロッテ、はい、ね、先勝ロッテ、ZOZO マリンでいい試合をやって、うん、まあ、乗り込んでいったんだけどもさ、はい、まあ、初戦勝った、うん、だけどやっぱり山本がピシャッと止めた、うん、ね、まあ、そうなったらまあ田島も良かったしね、はい、でそうなってくると、まあ、ロッテはちょっと苦しい戦いだったかな、うん、山本はいい感じでやっただけにね、はい、だから非常にこうもったいない3連戦だったと思うけど、やっぱりオリックスの方は杉本がやっぱり良くなってきてるよね、うんうん、もう これから開始進撃なのかなっていうような気配も、そうで吉田正尚もね、うん、やっぱこう徐々に体も良くなってきてると思うしね、うんうん、だからそういう意味では非常に楽しみにはなってきてる、はい、でオリックスも本当に良くなってきてるし、うん、これからこう上がっていきそうな雰囲気はあるんだけどもね、うんうん、だからこれが長続きするかどうかだよね、うん、はいはい、はい、だから勝てるピッチャーが勝つとやっぱオリックスは強いよ、うん、だからその時にやっぱりいかにして点を取るか、うん、つなぐか、うん、どういう作戦を取っていくか、うん、若い選手たちも出てきたしね、うんうん、だから非常に楽しみだし、まあ、ロッテも、まあ、いいピッチャーに当たったらなかなか勝てないけどもさ、うん、まあ、だけどロッテも悪い感じではない、うん、山口も頑張ってるし、ね、うんうん、こっちも若手が頑張り出してきてるから、はい、まあ、非常に楽しみだよね、はいはい、で楽天西武、西武3連勝、おこれは今まで、うん、まあ、昨年っていうか、まあ、そうだな、ピッチャーがまだ弱かった頃、うん、先行してても同点に追いつかれて後半になってくると、うん、やっぱ大体西武っていうのは中継ぎが弱かったからやられたんだよね、うん、でもやっぱり西武の中継ぎ陣とか、まあ、先発投手もそうだけども、うん、頑張るんだよ、うん、頑張り出してきてるんだよ、はい、そしたら打線がドスコイが応えてくれるんだよ、やっぱ山川のホームランもすごいな、うん、このピンボールまがいのボールが来てさ、どこ投げてんのって次の球ホームランしてるという、うん、やっぱ肝も座ってきてるというね、うん、まあ、そういうところも見せてくれたし、だ非常に打線もつながり出してきてるしね、はい、まあ、単発じゃなくなった、うん、まあ、トノサキも良くなってきてるしね、うんうん、で源田もそこそこでいいし、はい、だ非常に上昇気流、まあ、そんな感じがするよね、うんうん、楽天、はい、やっぱこう打線がつながらないのと、なんかもう一つノリが悪いね、なんかこれちょっと少し前からそういった話がありますよね、うん、高さん。やっぱ暗いね、まあいろんな世間を騒がしてるいろんなものが楽天にはあるかもわからないけどもまあだけどなんか楽天元気がないように見えてしまうんだよね、うん、だからピッチャーも簡単に点をやるし、うん、まあ、接戦にはなってるけどもそのもう一歩いけないというね、うん、やっぱそのもう一歩行く力がないとやっぱり優勝にはいかないしさ、うん、それを顕著に出したなんか3連戦だったかな、うん、だから接戦してたんだよね、うん、で西武が大体先行してて追いつかれて、うん、あ追いついた方が普通勢いを持ってると思うじゃない、うん、いやそうじゃない、西武が押し返すんだよね、うん、
だから、うん、そういう意味では楽天ね、ここのとこちょっと心配だなっていうね、うん、頑張らないとズルズルいっちゃうよっていう、はい、まあそんな感じがします。はい、ね、1位2位がまさかの3連敗、はい、ね、これソフトバンク楽天1位から5位が 5.5 差の中、はい、日本ハム以外で 5.5 の中にいる。だからどのチームも優勝のチャンスが出てきてるということで、うん、そうですね、うん、ということはこれからが大変だということだよね。はい、はい、その中で、はい、まあ、ちょっとね順位表をちょっと見てみたいと思いますが、はい、はい、こうなってます。はい、入れ替わりがありましたが、セ・リーグは DeNA 阪神が入れ替わり、はいはい、そうだね、はい、で西武が浮上してきましたね。西武と楽天がね、はい、ひっくり返ったという、はい、でヤクルトマジック49、うん、まあ試合1試合しかやってません。で巨人ちょっと開いちゃいました、ヤクルトが休んでる間に、はい、で広島もね中日相手に1勝しかできなかったという、うん、まあ、DeNA 阪神が非常に戦い方がいい、はい、これからのセ・リーグは DeNA 阪神に注目です。はい、ね、でパ・リーグソフトバンクはまだ3連敗しても1位は守りました、うん、ね、はい、だけど西武がもう1ゲーム差に迫ってきてる、うん、この3チームの中で勢いがいいのは西武、首位浮上か、浮上か、ね、ロッテとオリックスも来るよこれ、うん、じゃあ一気に楽天が下がる可能性があるよ。なるほど、だからここら辺もね、ソフトバンクもね、過去首位陥落するとその下でいろいろ引き締めやってるから危ないですね。だからここにいるけどさ、ここまであっという間なんだね、なんか、うんうん、3連敗今度またしちゃったら、うんうん、いやだからこう混沌としてきたし、うん、だから本当に気が抜けないというね、はい、まあそういうパリーグです、ね、はい、はい、まあね、結構ゲーム差が縮まっている、順位がセーパーともにあるので今後どうなるか楽しみですね。まあそうだね、まあまあオールスターまでねもう少しなんで、うん、まあ、そこまではこう頑張りきれないとね、どのチームもね、はい、まあ、それと不可解なちょっと走塁だとか、うん、まあ、試合の中であったらまた取り入れて、うん、まあ、行きたいと思います。はい、はい、